はいどうも、ご視聴ありがとうございます。ルイボスです。今日もね、ポケモン BDSP やっていきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、図鑑埋めですね。はい、ちょっと私 DM もらったんですけど、ポケモンのクリアして、殿堂入りして、図鑑埋めてるんですけど、ミノムッチとミノマダムがどこにいるかわかんないです、みたいな。はい、あるみたいですね。ミノムッチとミノマダムって結構レアなんですよ。普通に作ろうと思ったら、ここに、こういう甘い蜜あるじゃないですか。甘い蜜というか、こういう木があって、その甘い香りがする木に甘い蜜を塗って、そしたら6時間後ぐらいやったかな。6時間後ぐらいになんかポケモンが来るか来ないかみたいな感じで、そこで、ミノムッチが出てくるみたいな、ことがあって、かつミノマダムは、そいつのメス、ミノムッチのメスをレベル上げて、ミノマダムになるみたいな。うん、すごくめんどくさいらしいんですよね。はい。で、私自身は、なんかいつの間にか図鑑に登録されてたんで、気にしてなかったんですけど、わかんない人は多分ね、結構わかんないだと思いますね。なかなか取れなくて、まためんどくさくて、苦労するんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今回はね、ミノムッチとミノマダムを図鑑登録する方法っていうのをね、紹介していきたいと思います。これでね、ぜひ、ミノムッチとミノマダム登録してもらって、図鑑ね、信用図鑑完成させてください。ということでね、早速いきたいと思います。はい、それではね、早速いきたいと思います。ミノムッチからね、行こうかなと思います。まずね、空を飛ぶで、白帯シティまで飛んでください。白帯シティのね、森の中にいますね。で、ここから左側行ってもらって、で、ここですね、白帯の森があるんで、ここに入ってください。で、ここから、こうかな。あ、ここですね。ここ。こいつですね。確かこの子ですね。はい。この子と、まあ僕は戦ったんで、もう戦えないんですけど、この子と戦ったら、ミノムッチ、ゲットできますんで、こいつをね、倒してください。信用図鑑を完成させるのは別にね、捕まえなくてもいいんで、こいつだけ戦ったら埋まります。ミノムッチはね。それでは次行ってみましょう。はい、それでは次はですね、ミノマダムですね。ミノマダムは、ですね、トバリシティですね。これトバリシティまで飛んできてください。まあ、ここに来ますんで、でここから、下の方ですね。下の方来てもらって、で、ここ下行ってください。で、この辺もずっとね、下行ってもらって、この辺にいるんですよね。この人ですね。この女の人ですね。金髪の。はい、この女の人ですね。この女の人。この女の人に、行きましょう。まあ僕の場合ちょっと一回戦ってるんで、バトルサーチャーかな。行きますけども、まあこんな感じですね。大人のお姉さんの明美が、ミノマダムですね。このミノマダムを持っておりますと。なのでこいつを倒せば、図鑑はね、埋まると思います。あんまり倒してない人が多いんですかね、こういうとこね。結構飛ばしてると、図鑑が埋まってないみたいな感じになると思うんですけど、まあ私は知らん間に倒しましたね。はい、これでね、ミノムッチとミノマダム、いけると思います。